はい、いらっしゃい。ここはですね、酒好きなユッキーという、超神動画アップ主の、酒を評論する、会場でございます。今回、評論する、こちら、チンザノのロッソというベルモットですね。うん。まあ、以前から俺、買いてとか言ってた記憶があるんですけど。まあ、ベルモットの、チンザノというメーカーの、ロッソという、まあ、甘めのやつですね。甘いというか、もう甘めというか、もう完璧に、超甘口。ベルモットの超甘口。ということです。ベルモットは、確か、エクストラドライ。まあ、ドライ系、エクストラドライとビアンコという若干甘めのやつ。と、ロッソというのがありまして、こちら、ロッソは、唯一、赤ワイン。赤いやつを使ってるやつですね。赤ぶどうか。ね。赤ワイン。うん、まあ、結局、ベルモットってワインですからね。簡単に言っちゃう。ワインの、あれですから。まあ、赤ワインのベースのやつということになる。そこが白ワインですね。アルコール度数が15度。これが1リットル。チンザノのね、有名な、チンザノ。こちら、1リットルです。そして値段が1000円切ってます。ね、おかしい。値段的にちょっと安い。かなり安い。という、ベルモットの中で多分一番入手しやすく、なおかつ一番安いんではないかと思いますが、まあ、それをとりあえず飲んでいきます。とうとう買いましたよ。ね。個人的にはね、なんだっけ、ちょっと高めのやつね。ベルモットで一番なんか高いやつ。と言っても、そんな高くないんですけど。ベルモットでね、一番高いやつがあるんです。それもね、ね、買いたかったんですけど、まあ、とりあえずまあ、ね、チンザノの全部、ね、やろうかと。制覇してやろうと。買ったわけなんですけど。ノイリープラットか。ノイリープラットっていうのが、メーカーですね。のベルモットがあるんですけど。確か。ね。まあ、有名なんだと、チンザノちゃうわ。間違えた。メーカーはチンザノと、有名なんだと、そのノイリープラットってやつと、もう一つ、マルティーニっていうメーカーがあります、ね。この、ま、三強ですね。うん。で、ベルモットといえばコナン、名探偵コナンに、登場する。まあ、黒ずくめ系列の、悪の組織の、金髪の女性。ね。美人な、セクシーな女性ですけど。それがいるわけです。はい。まあ、ご宅は置いといて、まあ、飲みます。乾杯。めっちゃ香りが。うん、甘い、うん、あ、これなんかあれの味がする。なんか、温泉の、原油の味がする。うん。言ってる意味は多分分かんないと思います。あ、温泉のね、なんかね、硫黄の香りがする。いや、違う。サウナだ。サウナのヒノキの香りがする。すげえ。なんか俺これ前にも言った気がするけど、どっかの動画で。なんかの動画で言ったことあるけど。
これすげえ、ヒノキの香りだ。香りがすっげえヒノキの香りする。なんで？なんでか全然わかりません。うん。あの、サウナ入るでしょ？で、あれ、サウナすっげえ香りするじゃん。ヒノキの香りなのかな？あれな。あれの香りがする。すっげえ。すっげえその香りの味がする。うん。関係ないですが、高いと言ってたノイリープラット。ですが、1リットルのやつもあるっぽいですね。1300円。これと300円ぐらい違うと。大して変わらないは変わらないけど。まあ。でもノイリープラットは一番なんか、こう、あれですよね。一番なんていうか、かっこいい。瓶の柄がかっこいい。で、ノイリープラットにも、ノイリープラット。ほんとすげえこれヒノキの、というかサウナの味がするな。なんだこれ。すげえ。ノイリープラットはほんとに一番かっこいいと思うね。しかもね、ノイリープラットはね、これマジ飲みたいんですけど、あの、エクストラドライと、というかドライですね。ドライとスイートの2種類しかないんです。うん。もうぶっちゃけ、ビアンコなんていらんのや。この中間に当たるビアンコがあるんですけど。あんなもんいらんって、ベルモットに。うん。まあはっきり言ってカクテルではこの2種類しか使わないですよ。あの、ドライとスイートしか使わないです。うん、まあ、マティーニの材料なんですけどね。知らない人に、知らない人にね、まあ、説明すると、ベルモットというお酒は、かの超有名な、ね、マティーニの材料。なんですよ、これが。うん。ね。まあ、ただ、この今飲んでる、ロッソ。こちらは使いません。ドライですね。主にドライ、エクストラドライの、白ワインの、やつですね。うん。やべ、このサイト見てたら、飲みたくなってきた。ノイリープラット。ちなみに、バカルディっていう、メーカーが販売してるっぽいですね。ノイリープラット。販売してるかどうか知らんけど。販売というか、制作してんのかな？わかんねえ。よわからんこと言うのやめよ。ああ、かっこいいんだ、この瓶が。もうこの鎮座のなんてマジで。もうゴミみたいなもんですよ、この。何これって思うじゃん。しかもあれだからね、チンチンとかいう、ね。チンチンとかいう、まあ、不潔な。まあ、俺のは不潔じゃないですけど。チンチンとかいうね、カクテルが存在するぐらいですか。まあでもそのチンチンもまあ次に飲みますけど、飲みますけどね、作って飲みますけど、やっとチンチンが飲めるようになったか。ね、ロッソ。ちょっと、まあ、ロッソこちらは若干、癖があるね。うん。そしてもう、さっきから何回も連呼してるけど、サウナの香りの味がする。
サウナの香りと味がする。これはもう、誰が飲んでもわかるんじゃない？うん。とりあえず、ね、ビアンコ。一番、ゴミな。ビアンコちゃん。なんかちょっと濡れてんだけど、これ大丈夫？大丈夫だよね。ビアンコ。こちら飲みたいと思います。ちょっと飲み比べね。どっちも甘口なんですけど、多分、白ワインか赤ワインかの違いなんだと思うんですが、度数も同じだしね。うん。うん。ああ。こっちは非常に飲みやすい。うん。あ、飲みやすいわ、これ。こっちの方がスッと入ってくるね。しかも、あんまり、その、サウナの香りの味がしない。うん。癖がないですね。香りもない。いや、香りはあるんだけどさ。もうちょっと強烈だね。ロッソはね。なるほど、なるほど。うん。まあでも、かなり甘い部類ですね。かなり甘いと言っても、まあ、どんぐらい？まあ、かなりでもないけど、まあ、甘いですね。俺の中だと甘さ5つ星ではなく4つ星ぐらいの、ぐらいの甘さです。うん。うん。まあ、スイートベルモットという、スイートベルモットという、ものになるんですが、うん。うん。とりあえず次、チンチン飲むか。チンチン。チンチン作って飲むか。チンチン。ね。チンチンの材料揃ったことだし。これは、飲むべきでしょう。ね。当然。え、なにこれ？パーフェクトマティーニだって。知らねえ。え、ドライジン 40ml とドライベルモット 10ml。スイートベルモット 10ml だって。へぇー。しかも、ステアか。パーフェクトマティーニなんです。あるんだ。すげえかっこいいね、名前ね。で、これを、1対1対1にすると、ジンとベルモットとスイートベルモット。ドライベルモット、スイートベルモット。全部1対1にすると、1対1対1ですね。にすると、トリニティ。というカクテルになるっぽいです。うん。なるほど。なるほど、なるほど。これはどれも作れるぞ。あれ、チンチンは？チンチン、俺が愛するチンチン。マンマンとかないのかな？ねえし、嘘！つか、スイートベルモットじゃない。あれ？チンチンって、ああ。カクテルタイプに載ってないか。チンチンでググると、カクテルで、カクテルでググります。
カクテルの一種。椿山の社のベルモット、椿山のロッソと椿山のエクストラドライを用いて、ハーフ&ハーフで作るもの。となってます。ウィキペディア。チンチンでググると、卑猥なのが出てくるんで。画像でググりたくないんで。やばいです。で、まあいいや、これ後で言おう。うん。うん。ちょっともう一回。てかさ、ね、ここにさ、今気づいたんだけどさ、酸化防止剤でさ、二酸化硫黄ってのが入ってんだけど、これのせいじゃねえの？酸化防止剤の硫黄でしょ？それ温泉の、あれじゃないの？それの香りじゃねえの？これ。待って、それ。それのせいじゃね？この、強烈な香り。もうだって、もうどっからどう見てもこれ、温泉の、サウナの香りするもんな。これぜひサウナで飲みたいわ、これ。サウナで。これぜひサウナで飲みたいレベルですね。甘み四つ星、香り四つ星。いやでもこれはまあでもこれは、まあ普通じゃね。まあでも、まあぐらい。まあぐらいですね。コク、三つ星、甘み、四つ星、香り。あれ？ああ、まあ香り一つ星でいいか。で、おすすめの、まあ三つ星でしょう。まあ。ちょっと甘い。これ自体ストレートで飲むやつはまああんまいないと思いますね。せいぜいロックで飲むぐらいでしょうか。ということでお疲れ様でした。